皆さんこんにちは。今日は、このネイルのやり方のご紹介です。はい。で、使うのはこのダイソーで買ったお花のシールです。ここダイソーで書いてあるね。でこれは他のお花のシールでもいける思います。また私は今回この黒地にこのシールを貼りますが、地の色は赤系や水色系でも可愛い思います。まあそこは自己流にアレンジなさってください。はい、まずはイメージしやすいようにお花をこれですね、個別にちょっとカットしたいと思います。でまあちょっとついでにこれ突っ込みますと、これ開けるとね、何これもうこんだけしかあらへんって、なんかものすごい底上げ感を感じましたわ。まあめげずにやっていきたいと思います。はい、では台紙からちょっとこれ外しますね。はい、ではこれちょっとカットしていきます。ゾクゾク切っていきますよ。はい、一部やけどこんな風にカットしました。ではちょっと爪に合わせてどんな風に貼るか考えたいと思います。はい、まずはピンクのお花をこんな風に貼って、ほんで、こう重なる風に白の花をこんな風に貼っていこうかなと思います。ではちょっと実際に貼っていきたいと思います。はい、まずピンクのお花貼りました。こういう風に見たらかなり寄って貼ってるんがわかるかと思います。でちょっとはみ出した感じで貼ってます。ではちょっと、余分な部分をカットしたいと思います。じゃあカットしますよ。うまいこと切れるかな。こんな感じやな。もうちょっと綺麗に。こんな感じやな。はい、さらに綺麗にカットしたのがこれです。では、今からこれの上にこの白のお花のシールをこんな風に重ねて、貼りたいと思います。はい、白のお花のシールも貼りました。これはピンクのお花にちょっと重ねる風に貼ってます。ではこれも余分なとこちょっとカットしたいと思います。もうちょっと綺麗にできますわ。はい、綺麗にカットしたのがこんな感じです。では、他の指も続々と貼っていきたいと思います。はい、薬指は白のお花をちょっと貼ってみました。これも、かなり真ん中より寄った感じです。ではこれも、余分なとこちょっとカットします。はい、カットしたのがこんな感じですね。では、これはですね、横にピンクのちっちゃいお花をまたこんな風に貼りたいと思います。はい、こんな感じにピンクのお花も貼れました。ではこれもちょっと余分なところをカットしたいと思います。はい、こんな感じになりました。では他の指も続々貼っていきたいと思います。はい、続々と貼っていってます。で親指もこんな感じで貼りました。親指だけ3枚貼ろうかなと思ってます。では、ちょっと貼っていきます。はい、こんな風になりました。親指だけちょっとこんな風に3枚貼りました。では、最後にトップコートを縫って終わりたいと思います。